あとのことは任せたぞ、カカシ、サクラ。兄者、これでマダラとの決着もついた。渦巻きナルト、ウチハサスケ、お前たちなら俺たちとは違う決着もあるだろう。これで俺たちはもう自由だ。俺は水蓮堂に帰るで。なんか夢見てるみてえだぜ。やっぱ B のところへ戻ることにする。あいつの耳障りなラップも。俺はな、ナルトはいわばお前たちの寄り合い所みたいなものだよ。寄り合い所の管理役としてナルトの中にいてやれ。素直でないところは相変わらずですね、クラマ。ナルトとサスケ、前にわしが問うたな。答えは変わんねえ。ただおじいちゃんには悪いけど、かぐやは今まで戦った奴らとは違う。どちらにしろお前は母とは違う。美獣たち全てのチャクラを有していても、互いに根の因を結びさえすれば実は完全に解ける。間違いない。あとはサスケよ、お前は。だがまずはこの無限つくよみの中、それとな美獣ども、お前らは全て俺の管理下に置き。やはりこうなったな。あとはお前に任せるしかなくなった。俺はアシロじゃねえ。それにサスケはインドラってやつでもねえ。かつてはただ破壊を望み、復讐だけが目的だ。忍び世界を一新する。革命だ、自爆転生。戦争でリンネガンの能力と使い方も随分と慣れた。お前以外はな、ナルト。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。美獣たちを話してやってくれ。あいつらはやっと自由になれたんだ。あいつらと仲良くなったからわかんだ。もう悪さはしねえよ。後々全て始末するつもりだ。そんな、俺が捕まえた美獣どもを利用すればな、奴らもそれまでは生かしておいてやる。やはりまずはお前か、ナルト。